です。ということでね、大感謝祭の11月の分が発表されたんで見ていこうと思います。はい。まずですね、魔法石100個ですね。これ嬉しい。いつ ?11 月1日0時から魔法石100個配布ですね。で、続いて、記念メダルが配布されます。バルキリー、ゼウス、アテナと、ファガンと、ゼローグ。ファガン強くなったから嬉しいね。で、ドラゴンナイトと、エンドラと、エキドナと、ヘラルナと、アレキサンダとラフィーネ。ついに、アレキサンダ難民、ラフィレ難民がおらんくなる。え、熱いこれ。これが一番熱い。はい。さあ、続いて、アマージュ、デルカモガチャももらえます。これやばくね?アマージュどれくらいの確率かわかんないけど、ホース、ムート、アメ、メイメイ、ミル、アテナ、ヘラドラ、ツクヨミ、ラードラ、オーディ、オデドラ、ネプドラ、シバドラ。やば。だけこれ。え、ラインナップこれだけ?え、どれが出るってこと?一回だけ回せて、どれが出んだ?じゃ、シバドラ出るかもしれないし、アマージュ出るかもしれないんだ。うわ、すご。さあ、続いて。続いては、パズパス限定11日ダンジョンクリアで、アマージュ出るかもかって3回できる。え?このラインナップ4回引けるってこと?じゃ、シバドラ3体プラスアマージュ出る人いるってことだ。やば。さあ、続いて、毎日ログインで、魔法石30個ゲットですね。11月は30日までだから。で、続いて、曜日闘技場、レアなドラゴン必ず出現。なるほどね。あ、またやりますよってことね。これもいいや。さあ、続いて、ゲリラダンジョン、星7発言ラッシュ、1日2回出現。え ?11 月5日から6日は、あね、なるほどね。20時からと12時から。うわ、これ、YouTube の人が多い時間と全く同じだ。はい。同じようなやつ見てるやろな、きっと。分析データで。さあ、続いて。消費スタミナ2分の1。あ、シバドラとかの、あれか、降臨ダンジョンが、スタミナ2分の1になりますよって感じですね。これも嬉しい人は嬉しそう。で、あ、これはどうでもいいか。パズパズの中ですいいや。経験値50倍ダンジョンも来ます。チュートリアルで100個。スキルビアップが10倍。以上です。はい。ってことでね、参考になったら、参考にはならんか。よかったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。